昨日カブトムシチャンネルで、あ、間違えた、安倍晋チャンネルでデュエプレ道場の告知動画が出てたんですけど、え、皆さん見ました？え、見てない？ちょっとね、安倍晋さんから許可もらってきたんで、ちょっと一瞬だけ一緒に見ませんか？やだ。続いてはユハイさんですね。まあ、ユハイさんはもう、まあ、デュエプレ界で言ったら、まあ、もう重鎮というか、そういうところまで来てるのかなと。うん、まあ、そうだね。思いますね。もう大御所だな、うん、大御所だね。ユハイさんとはね、結構ね、絡ましてもらってるんです。はい、どうも。私が、デュエプレ界の重鎮。そして、デュエプレ界の大御所。どうも、ユハイチャンネルの、ユハイ、出す！少し前に、俺もね、デュエプレ道場に出るよってね、動画で告知したんですけど、もうコメント欄でね、最弱枠だの、ネタ枠だの、バチガイだのね、もう、挙句の果てにはもう、客寄せバルナってね、書いてありましたからね、もうお前ら好き勝手言いやがって、なんだ客寄せバルナってお前、どんなワード生み出してくれてんねん。まあ、あながち間違ってないんですけどね。デュエプレ道場の日程は4月23日の日曜日の18時からなんで、まあ、ぜひね、ユハイリスナーは絶対に参加してください。僕が日頃の感謝&日頃の恨みを込めまして、ラッキーダーツで、ぶっ潰します。はい。あとお前ら、俺のバイオ動画も見ろ。配信はね、安倍晋さんのチャンネルで行うので、まあ今のうちにね、安倍晋さんのね、チャンネルとか配信に遊びに行っていただいて、まあ、安倍晋さんのね、まあ、配信の雰囲気に慣れておいた方がいいと思いますよ、ユハイリスナーさん。僕の配信だと勘違いしてね、あの、安倍晋さんのチャンネルに、もういつものようにね、いつもの雰囲気でコメントしたらもうね、大変なことになりますのでね、ぜひね、まあ別にいいですけども、まあ安倍晋さんいじめますか、一緒に。うん。安倍晋さんいじめましょう、一緒にね。ところでね、ぜひ安倍晋さんのチャンネルね、登録していただければなと思います。あ、ぜひね、ユハイチャンネルも年内チャンネル登録者2万人目指してますんで、ぜひね、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、早速、デッキ紹介に行きましょう。映画さん。はい、どうも、重鎮です。ところで、今回なんですけども、チャーシューマンデッキ使っていこうと思います。これもね、視聴さんから Twitter の DM でデッキコードをね、いただきまして、本当にありがとうございます。まあ、このデッキなんですけど、動かし方といったら、まあ、決められればね、先一名様しながら、ライフチャーシューマンオレオレダークネス。これでね、通販です。最速でしてあげれば、基本的に相手は積むんですが、まあ、ビートとかはデスゲート DNS パークが入ってるので、フォアグリで仕込みながら、プリンプリンサンダーティーカで耐えますよと。天文対面は最速でハンデスしてガガパックン出せば、まあ、基本的に勝ってるので、アガサとかは結構有利対面ですね。ツバイじゃなくて、リキッピの分回りは、まあ、ちょっときつかったんですが、基本、まあ、リキッピもね、分回りじゃなかったら結構やれたので、まあ、結構ね、ビートにもコントロールにもね、強い構築になってますんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者2万人目指してますんで、まだね、未登録の方だったり、初見さんの方がいましたら、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてね、4月の15日の土曜日夜9時からですね、第6回ユハイ公認大会がありますので、ぜひね、概要欄とコメント欄からエントリーよろしくお願いします。ということで、早速試合の方に行きましょう。あやさん、はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、DNS パーク、フェアリーライフ、デスゲート、DNS パーク、チャーシューマンでね、始まったオープニングハンド。さあ、メイ様だね。さあ、まあ、先位置ではないんですけど、後攻でメイ様出していきましょう。まあ、先攻でもね、後攻でも一旦目に出せたらかなり強いので、めちゃくちゃ花粉症。本当に。鼻水が喋ってると、鼻水が濁流のように落ちてくるんだけど、ちょっとね、鼻声かもしれないんですが、ちょっと聞きづらかったらね、本当に申し訳ないと。さあ、相手はターボゼニスなんで、ハンデスが効くでしょう。で、次に、チャーシューマン出るんで、メイさんまでここブーストできるから、次のターンの開始時ね。なんで、次、チャーシューマン出して、2ドローして、オレオレライオネル。オレオレライオネルだっけか。オレオレダークネスみたいな。こんなね、この、これだね、多分ね、切り札にしてるのは、そう、オレオレダークネス。これで、2枚ハンデスすることによって、ターボゼニスはもう何もできない。これがね、最強なんですよ。さ、フォアグリ落ちて2ドロさ、しかもガガールかも、引いていくと、しかもこいつらエンジェルコマンドだからね、乗っかるっていうね。本当に2にかなった天才構築だ。しかもね、これ縦もね、結構厚いので、
あ、母なる大地4マナでクルメルとかかな。さあメイ様、なるほど。でこれも俺ダークネスで2枚ハンデスして、ダークネスでメイ様トンカツすれば基本的に勝ちだし、あとはねガガールカ乗っければいいだけなんで、やばいねこのデッキは。まあライフも使わないと思うんで、さあ行きましょう。俺ダークネス、これだってチャーシューマンからいけるんじゃない。でもチャーシューマン行って2コスト経験で33で6マナなんでいけますね。いやこれね、やっぱチャーシューマンこいつぶっ壊れたんだよね、コモンの性能じゃないのよ。さあ俺ダークネス、俺がライオネル、ウェディングとハングリーエレガンス処理しまして、相手はもうマナためボットになるしかありません。さあフェアリーシャワーで、あとはガガールカ乗っけて呪文封殺してブーストもできないし、あとは盾積んでね、盾積んで勝ちよ、盾詰めて勝ちよ。何言ってか分かんないんだけど、はい、ところで対戦アートシュワー。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いします。とさあオープニングハンドなんですけども、オレオレダークネスバリバリミランダチャーシューマンフェアリーライフフェアリーライフホワイトグリーンホールでね始まったアクアサーファーなんですけど、相手はリキビっぽいね、ジャバジャックだね。 DNA スパーク入ってるのか、なんとも恐ろしい。俺はまあバリバリミランダ置いてライフっていきましょう。で次チャーシューマン出して闇マナ、そうここで落ちてくれたら次ライフ置きチャーシューマンオレオレダークネスっていうね、マジ黄金ムーブできるんで、リキピですね。かなり事故ってますが、さあフェアリーライフ埋めてさあ行きましょう。チャーシューマン。で、ここで2ドローして、だけどね、リキピって結局事故ってるように見えて、一気にね、盤面展開されて、詰められて、バウンスされて、もう結構ね、最悪なことになりかねないので、まあ油断せずにやっていきましょう。さあでも次、オレオレダークネス一択かな。まあこのターンにも、アクアエリートからね、一気に来るんすよ。そう。で、これね、バウンスのやつがいたらダークネスも出ないんで、いや、もう、これね、ほら、非常に、そう、こいつ、マジでね、アクアエディとかね、おかしいんだよね、こいつ。大丈夫かって。ワンドローしながら進化クリーチャー踏み倒すってどういうことっていうね。おかしいと言ったところでさ、地獄もデスゲート。意味がないが、フォアグルで仕込める。さ、トップ。リップがオレオレダークネスなんで、まあ、リップルはマナからいけるんで置いてさあいきましょう。ホワイトグリーンホールプリンプリンで止めながらデスゲート埋めていきましょう。これ耐えられるかなっていう感じではありえんすけれども、まあ、もう一枚ホワイトグリーンホールがある。だがね、これ結局のところですよ、あまりにも分が悪い。これ結局やってることその場しのぎなんですよね、その場しのぎ。僕もう学生時代よくね、もう結構生活指導の先生に怒られる機会があったんですけど、お前その場しのぎのごめんなさいなんて聞かねえからなってね、7万回くらい言われてた。で、よく言われた、で、もう結構ね、ビンタとか飛んでくんですよ。もう本当に、まあこれは全然いいんですよ。俺が悪いことしたんでビンタされるのは全然いいんですけど、毎回ね、目食いしばれって言われるんですよね。歯じゃなくて。で、僕ね、ケロロ軍曹大好きだったんで、もう一回もう目食いしばれって言われた時に、あ、強すぎ。めちゃくちゃ強い。いや、ギロロ5丁かって突っ込んだら、もう本当にイカれましたね。もうボーボーにされましたね。なんで皆さんも生活指導の先生に目食いしばれって言われたら、絶対にギロロ5丁かってね、突っ込んじゃいけません。本当にやられたんでね。相手終わって盾追加して。リップルで、これガガル、いや、これ本当に形勢逆転したんじゃない？盾が強すぎたわ。さあ、バリバリミランダ。さあ、ライフ置いて、さあ、ガガールカ。で、これ、トンカツして、呪文つっても、相手 DNA スパークぐらいか。てか、DNA はかなり封殺できたのは強いかな。で、あとは、また、フォアグリとかで、プリンプリンで止めながら、アクアサーファーが本当にきついからな、でも。縦からね。縦からアクアサーファーが来られると、でも、ゴーゴンシャックも、かなりきついか。エボリューターでジャバキット OK。 黄金シャックの方がうざかった説はありますが、わあガードも重なんのね、この俺を超えてみなと。さあチャーシューマンはもうさすがに盾割れないので、いやここでね DNA とか来てくれるとだいぶ熱かったんですが、さあプリンプリンでまた止めていこうかしらと。でジェニーハンデスかな。
まあ、盾は適当に追加してもいいでしょう。盾あるに越したことはないし、相手も謎にトリガーとか警戒してくれるとね、助かるので、相手も DNA とかね、警戒してくれると助かるし、まあ、光花ないけど、どっかの過程で光花持ってこれたら結局フォアグリ最強なんで、まあ、一旦、ジャバキット、止めとくか。こいつに一番どっかの可能性があるからね、アクアエリートなかったら。で、ここで何かしら、主要なカードを落としたいけど、さすがにアクアガードあったんか。一番落とさなくていいカードでしたね。で、まあ、エボリューターに乗っけるか、アクアガードに乗っけるか、サクエリート持ってんのかよ。でもないか。ない、サクアガード。で、縦にはデスゲートがある。なので、さ、一点パンチ。さ、ど真ん中、ホワイトグリーンホール強い。で、このターンリーサルないんすよね。なんで別にフォアグリは打たなくていいので、この1枚なんかわかんないけど判定するわ。で、縦にもデスゲートあるので、多分というか、まあ、絶対リーサルはないと思う。なんでここは一旦これで殴ってきたらデスゲートで返して、次フォアグリ、フォアグリをワンチャン光まで引ければね、引けなかったらフォアグリ置いてフォアグリ。そうね、デスゲートあるよね。不安になってきたわ。デスゲートあるかどうかが。まずそもそもね。んで、6マナで、結構悩んでるってことは、この他ニーサル組めないし、さあ、アクアサファ OK。で、ガガあるかでしょ。で、ガガあるか戻しちゃったことは、光マナ確保できたってこと。すなわち、永遠なり。ちょっと見てか分かんない。ジャバキット殴ってきて、まあ、これ結局、こっちから殴ってくる。相手、あ、でも逆にいいね。アクアサーファー取れるので、6マナ取ったってことは、補正の対象なんかいたけども、ジェニー以外なんかいたけいねえわ。まあ、ジェニートンカチューンで出しとくか適当に。打点にもなってくれるし、フォアグリー、アガールカは最後詰めるときに欲しいので、よく、はい、よく来てくれた。2枚目のガガールカですね。で、フォアグリでプリンプリン。サンダーティーガも出せるね。で、回収が足、まずシールとかか。で、チャーシューマン仕込んで、デスゲート回収でまたフォアグリでデスゲートを仕込むと。これなんすよ。縦熱いからこのデッキは最強なんすよね。で、サンダーティーガ。で、ガード処理。一気に形勢逆転しましたね。あれ、どっちプリンプリンで止めたっけ？ちゃんと確認しよう。こっちか。じゃあ、こっちはアクアガード。こっちのアクアガードを処理して、あとはトンカチするのみ。学びが足りてないのよ、リキピさん。で、これトンカチして、次、プリンプリンにガガあるか乗っけてかな？さあ、6マナ。あ、エンド ?DNA。これ DNA でいいね。で、さて追加しながらアクアガードという邪魔なものをブロッカーどかして、これで次ガガールカで、アクアサーファーでも大丈夫だと思う。正直。アクアサーファーの1枚や2枚はサッシュマッシュブラザーズ。ロレッツ曲がってないね。トップがメイ様。使わないので、さあ行きましょうか。これはガガールカで。持ってないよね。さすがにそいつエイリアン持ってないよ、ね。なんかエイリアンっぽいけど、持ってないと思うんで、さあ3点パンチ。ハンターだよな。オッケー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 だよね。これでね、もうエイリアン持ってますっつって、DNA 引いたら発狂もんだったんでね。さあ2点パンチで、さあトリガー、まあアクアサーファーでしょう。ソッキー。まあ1枚もね、全然耐えられるので、さあプリンプリンバウンスされますが、打点は足りてるのでリップルでダイレクトアダック対戦アドシュア。はい、ってことで対戦の方よろしく母なる大地ということで、オレオレダークネスチャーシューマンデスゲート、オレオレダークネス DNA スパークフェアリーライフでね、始まったオープンハンド。アガサエルキュル、アガサはね、結構有利対面だと思ってる自分に驚いたんだよね。
トップが学あるかなんですが、ここでライフチャーシューマン、オレオレダークネスってしたらね、基本的に勝ちだったんですよ。正直な話言うとね。なんだけど相手がこう、潤沢にね、これほら、ライフプランチャージャーとか、もう潤沢に加速してってさ、そしてアガサ、エールキュールとか天文で踏み、なんでブロッカーつけたアガサに。ほんまに。教えてくれないかと。なんで、何一物じゃあね、メイ様とか出てくんのが出てきやがったよ。何しに来たんだね。リップル。これは強い。てか自然マナは強いね。で、次、チャーシューマンドローのダークネスがギリ間に合うかどうか。5マナ。5マナ、マナ、マナと。6マナ、5マナ。さあ、ジャスミン。これ、天文だとしてもバリューが低い。つまりチャーシューマンダークネスが間に合うということ。これほんとアガサとかさ、ガガールか、マジでポーカーすんげえな。さあ、まずチャーシューマンからいきます。で、メイ様墓地で2ドロー。さあ、ライフ DNA で、フォアグリ。一応天文のターンではある。アガサ一体でも結構厄介ですからね。やめてほしいな。アガサがないことを祈る。アガサというか天文ミルザム。さあ、7マナ。エンドしてこい。メイ様。なるほど。メイ様ゴリ押し。この一枚何なんだ。その一枚がアガサかな。で、次のターンにアガサいけるよみたいな感じなんだろうけども、ここはオレオレダークネスで。はい、オッケー。アガサを取っていきましょう。で、あとは、ガガールカを乗っけたい。そしたら、呪文は踏み倒しは無理。さ、10マナ。さ、天文、オッケー。こうなったら、こっちのペースですね。だいぶ。さ、DNA 置いて、まずはガガールカ乗っけます。で、呪文封殺しましょう。で、これで次またダークネスとか出して、打点足りてるよねって感じで、多分相手呪文以外のトリガーは、ほぼほぼないでしょうから。さあ、ダイニングメッセージ。これでガガールカは一旦止められる。さあ、メイ様もいらない。まあ、リップルでいいか。で、リップルで、チャーシューマンドローか。でね、デスゲートとかそこら辺を引いてきたいっすね。相手リソースないので、もう。さあ、天文。殴って、来るか。来ないか。さすがに来なそうではあるけど。本家でされるしね、スレイヤー9000で。さあ、エンド。ライフなんで、まあ、ライフ置いて、さすがにチャーシューマンフォアグリかな。で、2ドローにもよる。さあ、デスゲート引いた。フォアグリかなと。で、プリンプリンであと止めとけばデスゲートの餌食になるんで、あと詰めて勝ちじゃない。うん。で、次デスゲで勝ち。もう身動き取れないから、次デスゲで取れることは確定。アンドに戻さなくても良さそう。次のターン勝ちなので。あ、OK、対戦。あ、どうした？はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、さあ、ライデンホール、フォアグリ、フェアリーライフ、ジェニー、デスゲートでね、始まったオープニングハンド。さあ、お相手のデッキは、何なのかと、フォアグリ置いてきてたよね。さあ、アガサっすね。2戦連続のアガサ、エルキュール。まあ、有利タイムですよ、アガサは。アンデスできればっすね。さあ、メイ様、一旦遅れてやってきました。さあ、これは一旦、ライフ。で、次、ジェニー、ジェニーで、天文ってね、ハンデスにかなり弱いので、しかもアガサは、ドローソースというか、リソース回復が、ほんと、ライフプランチャージャーとか、そこら辺のサーチ系に、限られてるので、アンディスすれば基本的に積むデッキではある。
あ、マナ。ジャスミン。だからね、ジャスミンとかね、メイ様とか、マナブースト札がね、他のタイプの天文よか強いので、さあ、メイ様。トップがメイ様。もう、こっちのメイ様はいらないかな。お役ごめん感が否めない。さあ、順に行きましょう。ここで前半ですっすね。さあ、マザーホール。なんでここジェニーで出していきましょう。で、この1枚が何かさ、ダイニングメッセージ。OK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 。で、あと、ホワグリとかでガガパック、まあ、次のドローにもよるんだけど、ガガパックンとか出しながら、天文唱えるターンを延長させていきたいが、これはね、かなり強い。チャーシューマンはだいぶ強いんで、やっぱね、このリソース回復札、あるかないかで、世界は変わってくる。さあ、デスゲートチャーシューマン。またチャーシュー出さなあかんねえ。だけど、チャーシューマンからオレオレダークネス持ってこれたら3マナで出ますね。これがだいぶ強い。さあ、メッセージ。さあ、トップが、オレオレダークネス。持ってこなくてもいいですと。これも出しましょう。で、まずハンデス。ライフ？なるほど。もうハンデスを誘われた感じやな。さあ、天文。8マナ。もうそろそろ赤さ素出しも見えてくる頃合い。なのでデスゲートはちょっと取っておきたいっすね。いや、絶対それ赤さやろ。なんかさっきみたいにね、ライフキープみたいなのもあったので、まあ、一旦ここでね、ジェニーとか、オレオレダークネス持ってこれば結果的にいいのでさ、DNA 燃やします。いや、しゃあないっすね、これは。出しましょう、プリンプリン。で、マナから持ってこきたい何か。シールドかはいいかな。なんもねえか、でも、まあ一応、フォアグリで。で、アガサくせえけどな。アガサだったらもうデスゲート一択なんで。このために残してるんでね、デスゲートは。ライフプラン。さあ、アガサエルキュール。盤石の着地ですが、まあガガールか出してからデスゲートだったら強かったんだけど、まずね、ここは背には腹は変えられないんでね。さあ、まずここでアガサエルキュール取って、まあ、おお、あ、そっか。俺もダークネスも出んだな。で、これガガールかのっけて勝ちじゃないですか。何踏み倒してくるか分かんないですけど。はい、下物踏み倒せないよね。そう、フェアリーホール、マナ加速で、何出てくるんだろう。さあ、プリンプリン、まあ、止めるよっていう。でも大丈夫そう。さあ、10マナ。ここでね、止められてもね、このターン殴らないので。またアガサとかマジでやめてほしいけど、これ以外だったら大丈夫。さあ、あるが、このターンで、いや、このターン、そのハンド1枚で盤面壊滅させられることないと思うので、多分ガガールか乗っけて詰めて勝ちだと思いますね。多分有効トリガー天文ぐらいしかないと思うので、さあ対戦アドシュア。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、ガガールカディアス、オレオレダークネス、ガガールカ、特攻人形ジェニー、リップルでね、始まったオープニングハンド。さあ、ハンドは悪くないけど、フェアリーライフとか、メイ様とか、ブースト札が欲しい。OK です。さあ、一旦光マナ確保、ガガールカ。まあ、自然マナっつってもね、ライフリップルの流れできたら全然いいので、次のドローで自然マナ引けなかったらさすがにリップルかな。さあ、オニマルヘッド。2マナで何もなさそうではあるけど。ないね。トップがメイ様。なるほどね。じゃあライフメイ様やろうか。さあ、ここでフェアリーライフ。で、レインボーが落ちなかったら、さあ、メイ様1マナでいけるんで、こうなったらもうだいぶ負けないんじゃないか。強すぎるもんね。このムーブが、本当にイカレポンチキ。いや、メイ様やばいわ。やってることが。さあ、バキ。バババ、バキ。バキもハンデスにね、弱そうではあるが。さあ、ここは、
あー、まあ一旦置いてか。で、ライフ。まあライフオアジェニー。で、デスゲー、あ、でもまあこれ次、まあでもな、結局、ライオネルもチャーシューマンから出さないと、2枚半ですではないので、さ、ボールジャックスーパーヒーロー。チャーシューマンの着地を待ちましょう。相手4マナのターン。何があるか。さあ、バキ。冒頭事故ってない。さあ、バリバリミランダ。欲しかったね、バリミラ。さあ、メイ様、バリバリミランダがめっちゃ欲しかったわ。相手もね、事故ってるので、相手が事故ってるうちに盤面形成して、勝ちたいんだけど。さあ。バキはこうブーストできなかったら相当きついデッキだからね。もうこの時点で相当きつそうではありますけど、どうでしょうかね。4マナ5マナで多分かなり事故ってるだろうから迷ってますよね。ボルシャックヘッドバキバキだからね。もうああこの4枚逆にさ、またオリマルヘッド？やばいね。これはじゃあいただいたわ。申し訳ないが。ホワイトグリーンホールで、あ、じゃもうガガパックンで追い打ちかなと思いきや、でもね、呪文入ってなそうだしね。入ってんだろうけども、打てねえんだな、多分。じゃあ、ハンデスさせてもろうて、駆動。チャーシューマン欲しいんだよな、マジで。チャーシューマンが。さあ、そっから一矢報えるのでしょうか。もはやガガールか3点パンチ刻んで勝てそうな気もしなくも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 ないですが。流星ホール。さあ、マナ基盤やっと揃ったけど、大事な流星ホールをマナ基盤に置いてしまったら打つものもないかと。さあ、一応ライフは打てます。さあ、フェアリーシャワー。さあ、エンド。なんで、マナが加速される。うわー、また、メイ様が。言うて、こっちもね、お互い、ぐだりにぐだってますが、伝えましょう。オレオレダークネス。さあ、ドーム水落としたのでかすぎー。これは、いいハンデスになったね。あとは、ガガールか進化して詰めるべきか。リーサル、盤面でリーサル取れたら。多分呪文のね、トリガーしか入ってないと思うので、やばいな、相手。さすがに事故りすぎじゃない？ライデンホール。これ一旦まずはガガールか。プリンプリンにガガールか乗っけて、呪文を封殺してから、ライデンホールで、サンダーボルグサンダーで勝ちよ。つまんな、お前ち。こんなに事故っているとこ申し訳ないが、僕は慈悲も容赦もね、持ち合わせてないので、しっかりと次、ライデン・ボルグ・サンダー・ティーガで、あとはガガールか乗っけて、呪文を封殺して、言うてこっちそんなにポーカーではないんだけどね、メインさんも引きすぎてるんだよな。さあ、オレオレダークネス。さあ、これでね、もうサンダー・ティーガでもガガールかも乗っかってるんで、相手も呪文唱えられないんで、サンダー・ティーガ。で、ボルグ・サンダーはまあ、墓地肥やさなくてもね、いいので、これでリンクして勝ちよ。すまん。会ってしまった。こんなにでも事故ることあんだね。やっぱ、もしかしたら俺のリスナーかもしんないわ。俺の、ね、動画見ると、なんかポーカーの病にかかるらしいから、あえて大ポーカーだったからね。まあ、この盤面さすがにね、返せないと思うんで。